それでは、今日は、Kさんの愛車紹介ということで、動画を回しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはまずパンヘッドですね、はい、そうですね、これが1959年のパンヘッドですね、はい、パンヘッドですね、はい、これはマッチングなんですかね。マッチングケースで、はい、そうですね、でマグ入れて、はい、これですね、マグ、そうですね、はい、でリンクアウトで、これはオリジナルのエアクリーナー、はい、もともとファンネルつけてたんですけど、やっぱり風が強いと走んなくて、あ、そうですね、はい、これに変えてから調子いい感じ。調子全然いいですね、はい、じゃあマグがついてることはバッテリーはついてないんですか。一応俺つけたんですけど、でも使う必要はないです。そうですよね、はいはい、夜走ったりとか止まっちゃった時とかにライトつけられるように、ただ単にバッテリーを乗せたってだけなんですけど、はいはいはい、もう全然いらないです。いらない、はい、でキックですよね。キックですね。このペダルがいいですね。あ、そうですね、これはあのオリジナル の、はい、あの自転車ペダルをアルミでキャスティングして、はい、で作って自分で打っただけなんですけど、いや、いいじゃないですか。なんか再利用アメリカらしいですよねパイプは作られたんですね。パイプも自分で作って、で、はい、ブコのフィッシュテールを溶接して、はい、これ取り回し すごいですよね。これこの内側を、あ、ラインですか。そうですね、はい、これもライン曲げて内側通して、ね、外通ると普通こう外に出るじゃないですか。そうですね、あ、まあそれは J パイプって言って普通なんですけど、で下通っていくんですけど、はい、このブレーキラインとかはだいたい外通っていくんですけど、はい、内側通して、内側にして、はい、綺麗に。ウィッシュボーンフレーム、オリジナルのウィッシュボーンフレームで、はい、でこれが RL の、あのスプリンガーですね、はい、はい、アイビームスプリンガーに多分ナックルのフロントかな。これもなかなか レアですよね。そうですね、 RL も RL とかあの BL とか、はい、こういうアイビームのやつあるんですけど、まあこれはあれなんですけど、やっぱりご自身のバイクということでこだわりのパーツが、そうですね、結構てんこ盛りに入ってますよね。なかなか普段見ることのないパーツが、そうですね、このライザーが俺は結構一番のお気に入りで、はい、これも古いライザーなんですか。いや、これ古くないと思いますよ、誰かが、はい、はい、もうこれなんでこれずっとつけてるかっていうと、はい、こっち来た時にバイクがまだない時に、はい、バイクもないし金もない時にたまたまなんかインターネットで見つけて、はい、これ買ったんですよ、はい、でずっと取っといたパーツ で、はい、で初めてのバイクにつけたんですよね、はい、だからあの、うん、あ、これは継承したいなと思って。じゃあもうアメリカ来てからずっと手元にあるライザー、ね、はい、思い入れのある、そうですね、それのために全部あのトップクランプ加工して、はい、あの直接つくようにしたんですけど、これヘッドライトとかもあれなんですか。そうですね、これもあのトラクターライトですね。トラクターライト、トラクターライトの形が一番好きで、うん、特にスプリンガーにつくとき、はい、スプリンガーにつくときはこうキュッとこうまとまっててほしいんですよね。あ、はいはい、あの内側に、はい、でっかいのがボーンってついてるのが嫌いで、うん、だからこのトラクターライトが、トラクターライトは暗いんで、はい、あの中身、はい、H3 に変えて、はい、もう すごい明るいですから。あ、じゃあ見た目は古いけど、はい、めっちゃ明るいです。明るいです、はい、あのアメリカやっぱ街灯が少ないんで、はい、本当リアルに暗いライトだと怖いですよね、はい、これこのままつけ、最初はこのままつけてたんですよね、はい、古い場合、はい、あの豆電球で、はい、全然見えないですね、前。そうですね、全く見えなくて、だからもうダメだと思って中全部加工して、はい、H3 つけて、すっごい明るいです、はい、なんか穴とか、なんかあとこんなもん落ちてるんだっていうものも結構アメリカ落ちてますもんね、はいはい、うん、だからそれが理由で結構あのバッテリーつけたというのもあるんですよね、うん、あ、はいはい、マグでジェネレーターだとアクセル上げたりあのボルテージが上がらないと明るくしてくれないんで、バッテリーだと常に 12V の同じアンプでついててくれるんで、そうですね、でバッテリーをつけたんですよね、はい、ウインカーはないですよね。ウインカーはないです。ウインカーはあの法律上いらないので、はい、手信号で。手信号ですね。はい、でこれライト。それが、はい、昔 のガナーライトだかスポットライトだか、うん、このバイクの横についてるような。はい、4連なんですね。そうですね。で下がガイドの、あ、はいはいはい、レンズですね。はい、CC バーについてるんですね。CC バーについてます。ね、2個とかでもいいんだけど、やっぱり長いとか走ってて夜とかいきなり消えちゃった時がするんで、はいはい、もう3つがランニングで1個が、なんでこれしたかっていうと、はい、まあ、まあ、細かいんですけど、はい、なんかそういうパーツで、はい、ちっちゃいライトがこう3つついてるのがあったんですよ、はいはい、なんかちょっとレアなパーツ で、うん、でそれ前のバイクにつけて売ったら、うん、あ、もう売れちゃったんですけど、はい、すげえかっこよくて、はい、それがちょっと恋しくて、はい、似てるのを作ったってだけなんですよ。3つ取ったり4つにしようと思って。多分この内側に入れてるのがまたもうギリギリですね、クリアランスが。そうですね、なるべくこうスキニーにタイトにしたくて、はい、っていうのでやったんですけど、はい、こ
こっち側が、まあ、僕、まあ、俗に言う B サイド。B サイドですね。はい、B サイド。アメリカでも B サイドって言うんですか？ B サイドって言いますね。はい、A と B なんで、はい。日本だと A 面、B 面って言い方するんですよ。あ、はい、俺は B サイドが、はい、結構いつも力を入れて作ってて、はいはい、このステップっていうか、いや、そこにステップボード乗ってるの初めて見ましたね。チェーンカバーにフロアボード溶接して、はい、これめっちゃ気に入ってるんですけど、すごいおしゃれですよ。そこにおしゃれですよね。フットボード、はい、A 面の足はどこ、あ、ここはただのペグです。そうかそう、ペグ、こっちもただのペグなんですけど、はい、ロングツーリング行くとかやっぱ足動かしたくなるんですよね、はいはい、でこれ結構弱いんで、まあ、僕大体これつけるときは下に一本なんか棒溶接して強くするんですけど、でこれにしたらすごい強いし、立てるし、靴も巻き込まないし、いい。そうですね、はい、でこれがあの自転車のハブをつけて使ってるんです。すっごい軽いんですよね、はい、いや軽そう、手でいけるとすごいですね、まあ、全然、はい、まあ、ベアリング入ってるんで、はい、すごい軽いです。ここはチェーンなんですね。そうですね、でチェーンこれも作ったんですけど、はい、まあ、今はもうスプリングがダメになっちゃってるんですけど、うん、チェーンが外れないようにスプリングでこう後ろにピュッとこう引っ張ってますね。はいはいはい、はい、オープンプライマリーで、オープンプライマリーも大体ベルトですけど、これあチェーンなんですね。チェーンのオープンプライマリーかっこいいですよ ね、 ね、まあ、俺バイク作るときはチェーンが多いです、はい、プライマリーの中も、はい、もう単純にかっこいいと思います、チェーンは。でこれ上にカバーしてあれば油も跳ねてこないし、全然跳ねてないです、はい、チェーンガードとかはよくつけますね。こういうキットが売ってるんですか、それとも自分でこう加工して作らない？これは売ってますよ、はい、でもこれは俺スワップメイトで、はい、もうほんとボロボロのサビサビのやつ見つけてきて、はい、もう切って加工したんです、溶接して。プライマリーのこの中のチェーンのやつも売ってるんですね、もともと。それとも加工しないと？いや、チェーンは売ってます。もともとはバイクファクトリーから出てくるときはチェーンなん で、 でこれがこのピーナッツ型のチェーンが、はい、その古いやつなんですよ、うん、チェーンテンショナー用じゃないやつ、はいはい、これが四角になってると、うん、こうチャベルとか の、 あのチェーンテンショナーを通っていくやつなんで、はいはい、滑らかになってるんですね。古いのちょっとこだわって、うん、かっこいいと思います。このシフター系は何かこだわりがある？そうです、これも自分で作って、うん、これはこのガラスだけ。これガラスなんですか？そうです、これガラスをスワップミートなんかアンティークかなんかスワップミートで見つけて、はい、でそれ真ん中くり抜いて、はい、何だったんだけど忘れてたんです。でこのノブ作ったんですよね、これも全部グラスで作って、で、うん、でこのキャップもグラスで作って、はい、で一本ネジ真ん中でこう止まってるんですけど、これとこれを、はい、じゃないとこれ止まんないんで、うん、ガラスのは珍しいですね、はい、これもすげえ綺麗だったんですけど、はい、経年でもういいですね、ガッチガチになっちゃいます。このスイッチ、この裏のスイッチは、これはもともとオリジナル の、はい、レギュレーターが入ってる、はい、プラグが入ってるんでしたっけこれ？わかんない。もしかしたらプラグケースかもしれないです、はい、かレギュレーターか忘れちゃったんですけど、はい、どっちかです、はい、それを加工してスイッチにしたんですよね、はい、これがマグの、あ、マグ、マグのオンオフで、はい、こっちがライトですね、あ、はい、ここ本当はコイルがいくんですけど、はい、コイルいらないんで、これにしたんです。このボードもあれですね、古いオリジナルとかのやつ、まあ古くはないですけどね、これはオリジナルで、まあ、一応、うん、その辺に転がってて、はい、ショップにあってなんか使えないかなと思って、うん、使ったんですけど、これが俺のお気に入りです。これ何ですか？これは昔のトラックのフュールフィルターですよね。へえ、にダイスぶら下げて、はい、ここに燃料が通って綺麗になって、まあ、フィルターですよね、はい、タンクは何ガロンぐらいなのか？タンクは多分2点ちょい入りますね。2点ちょい入って、はい、前にペイントしても結構やれてきたんですけど、うん、でペイントも K さんが、そうです、ずっと前の本当にペイントとかできない時ですよね、はい、ガソリンが垂れて拭いて多分ペイントが溶けちゃったと思います、うん、ハンドルのこれはブレーキですね、ブレーキ、そうですね、これがブレーキ、はい、昔のナックルとか左側なんですか？普通は左だと思います、はいはい、みんな右につけるのは多分スーサイド怖いからですよ。あ、でもオリジナルは左なんで。あ、はい、そうなんです。グリップとかも？グリップは違います、これは僕はこれがカジさんからジェイズモーターサイクルから、ジェイズモーターサイクルから買ったんですけど、はい、誰が作ってるか俺忘れちゃったんですけど、はい、オールとかだったかな、うん、だけ日本ので、ブレーキは？これはオリジナルのスプリング&ブレーキですね。これは効くんですか？効きます、効きます、まあ、効くって言ってもこうダイナとかのディスクみたいに効いて止まるわけじゃないですけど、はいはい、ちゃんと
止まってくれますね、うん、十分って感じですね。十分これは多分 K モデルかなんかのフロントフェンダーだと思うんですけど、はい、それを加工し て、この子のピュンってこう、はい、アフリの口みたくなってるのがかっこいいですよね、はい、そうですね、はい、で、スタッツつけてって感じですね、うん、これはもともとこういうダメージがあった、いや、これはアメリカやっぱバイク盗まれるから、まあ、こんな汚かったら盗まないと思うんですけど、はい、どっか行くときはチェーンと鍵を持ってくんですよ、はいはい、でっかいチェーンをつけて走ってるともうガチャ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 ってで削れちゃうんですよ、はい、この CC バーは自分で作りました。自分で作って長いやつ、やっぱり遠出するときはね、荷物、そうですね、荷物もでっかいバッグつけて、うん、よくアメリカ見ますもんね。そうですね、大きい荷物担いでもうちょっと倒してよかったかなと思いますけど、まあ、僕は90度がまっすぐ入ってるのが好きなんで、はい、荷物やると本当に窮屈ですね。そうですね、バイクは乗りやすいですけど、 K さんのバイクは結構自分もすごい印象的なのが、前も後ろもホイールが大きいっていうのがすごいかっこいいなと思って、まあ、さっきも話したんですけど、やっぱりフレームがキュッとちっちゃく見える、コンパクトに見えるっていうのがやっぱり思いがあるみたいで、はい、そう考えると、うん、バランスがすごいいいなっていうふうに思います。そうですね、うん、僕ちっちゃいバイクが好きなので、うん、ストックフレームにストックレングスのスプリン、うん、フォークとか好きなんで、うん、このハンドルは結構変えるんですか？さっき遠出するときは変えようかなって言ってたんですけど、もともとは、はい、僕もともとはちょっと高いのがついてたんです。 W プレートがついてたんですよ。あ、はいはい、なんで変えなかったんですけど、はい、だからこれなんで結構高かったんですよ、はいはいはい、だから全然余裕でいけたんですけど、はい、こっちにすると低すぎちゃうんで、はい、こうやってもう猫背で行くのはさすがにきついと思うんで、はい、多分これと同じぐらいかもうちょっと高いなんかエイプかなんか、あ、はいはい、これ高速で走ってたら折れちゃったんですよインナースロットルオリジナルのやつを、オリジナルの使い方って買って、はい、溶接してやってたんですけど、はい、多分ギリギリすぎて経年で走ってる時に折れたんですか？走ってる時に折れちゃったんですよね。もともと古すぎたんだと思います、はい、もうその時点で逆が折れてたら大変だった。あ、そうですね、もうそしたらこうやって引っ張って走んなきゃいけないですよ、はい、もう高速で降りてそのまま30分ぐらい走り続けましたけど、ね、ハンドルなしで、はい、あ、いい思いです。アメリカあるあるですよね、何が起こるかわからないもう言うても道が悪くて、まあ、その時降りた時も、うん、でっかい穴、高速ですよ、はい、70マイルとかだから、はい、本当110キロとか、はい、120キロで走ってる時に、うん、すっごい穴に落ちて、はい、スプリンガーがもうガポンって、はい、そこついてその振動で折れちゃったんですよ、はい、超怖かったです。頭ぶつけるかと思ってアメリカでリジット乗っててどうですか？やっぱ日本とは違うと思いますか？もう体壊れますよ本当に。日本でリジット乗っててアメリカでリジット乗ってるあんまりいないっていうか聞かないんで、うん、やっぱりアメリカの交通事情と日本の交通事情って違うのかなっていうのは全然違いますね。やっぱアメリカ人運転もすごい荒いし、うん、ルールとかも多分ほぼ合ってないようなもんですし、うん、なんて言っても道が悪いです。道が悪いですね。道が悪い。日本の高速だったら多分本当160キロとか170キロとか出ると思うんですよ、はい、まあ、バイク次第だと思うんですけど、はい、アメリカは出ても出せないですよね。もう道が悪いです、うん、もう本当タイヤがグルーブって言ってこう水が打ってあるんですけど、はいはい、もうキャッチしちゃって、はい、もう60マイルとか100キロぐらい行くとバーってこうハンドルがこんなになりますもんね怖くて乗れないです。あと穴もよく開いてるんで、穴よく開いてるし、大きい橋とか行くと、はい、こうつなぎ目があるじゃないですか、はいはい、冬と夏でこう縮んだりするように、はい、その穴もタイヤと同じぐらい直す幅なんですよめっちゃ怖いです。フロントタイヤはまってそのまま行っちゃうんじゃないかなってぐらいでかいですよ。超怖いです。そうですね、なんかゴミも多いし、はい、ゴミも多いし、まあ、でも雨降らないからちょい乗りがいつもできるので、それは楽しいですけどね。わ、ね、かりました。はい、じゃあこちらも、Kさんのインスタグラムを見ているとまた出てくると思いますので、はい、概要欄にインスタグラム貼っておきますのでぜひチェックしていただければなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。